結婚当初、私、旦那、トメの3人で同居してた。ウトは奇跡。このトメが、私をいびるためなら何でもする人だった。夫婦共稼ぎで、トメは家にいるのだが、家事は一切しない。自分のものの洗濯と、自室の掃除、あと、旦那、息子のためだけなら、食事の自宅くらい。もともと、家事は自分でするつもりだったから、別にいいのだけど。食事関係でのいびりが特にひどく、中でも強烈だったのが、私が作った夕飯を旦那が褒めたら、それまで普通に食べてたとめ、いきなり、ご飯に牛乳かけて、お茶漬けのようにして食べ出した。なんか胸焼けして。こういう時は、あっさりしててこれがいいのよ。旦那が、嫌味っぽいからやめろと言っても、これがいいの。と知らん顔。仕事で帰宅が遅くなりそうだからと、前日からのおでんとカレーを作り置き。手抜き、&変な組み合わせはすみません。帰宅すると、トメと旦那はすでに食事済み。自分も食べようと鍋を見ると、おでんとカレーが、一つの鍋でぐちゃぐちゃに。トメ、鍋、おでんの方、洗っといてあげたわよ。ちゃっかり、自分と旦那は、おでんとカレー食べたくせに。そこまでケチつけるのに、自分では作ろうとせず、いつも文句言いながら、かなりの食欲で食べてた。それでも、自分は旦那にも言えず。姑は、嫁をいびるもんだ、自分が至らないからだと、我慢してた。今思うと、本当に大バカだった。結婚して初めての正月。旦那と私は、鏡餅はかびると嫌だから、真空パックの市販のものにしよう。と主張。トメは、うちで餅をつくのに、機械だが、買うなんてもったいない。と押し切り、結局自家製の鏡餅に。ちなみに、餅をついたのも私。床の間に、鏡餅、トイレやキッチンにも、お飾りとして餅を飾るも、やはり劣化は早く。床の間の鏡餅は、鏡開きを待たずに食べることに。トイレやキッチンの餅は、飾った場所が場所だし、どんど焼きの時に、他のお飾りと一緒に燃やそう。毎年そうしているし、とトメは言った。そして、3月中旬、仕事が忙しく、帰りが遅れると電話すると。トメ、わかった、夕飯は自分が支度する。と珍しく親切。安心して帰宅すると、息子と自分はもう済ませた。嫁子さんはこれでも食べて。と言って放り投げてきたのが、トメの意見で燃やしたはずの、トイレに飾られてたお飾りの餅。どこに隠してたのか、ひび割れてカビまみれ。ブチッと何かが切れた。震える手で、餅をオーブンで焼き、チンとなるや否や、熱さも気にせず手づかみ。焼いたって、カビ取ったって、汚えもんは汚えんだよ。自分で食え。食いやがれ。と絶叫しながら、トメの顔に餅を投げつけた。近距離からのため、一瞬、トメの顔に張り付いて、ベロリと落ちる餅。熱い、いい、いい。と叫ぶトメ。無視して、旦那のいる部屋へ走り込む。今日のこと、今までの仕打ち等を、泣き叫びながら話す。旦那は、初めて見る私の形相、状態に、初めはビビってたが、私自身、気弱で小心者で、どんくさい自分の切れっぷりに驚いた。謝罪の上、トメと別居宣言。トメは、目に見えてしおれてしまったが、夫婦で、早々に、引っ越しの段取りをし、4月には別居完了。あれから10年以上経つが、トメに会ったのは、冠婚葬祭時の数回のみ。お互いに喋らず近寄らず。会わない方がお互いのため。と旦那も言ってくれている。